夏の水戸街道を取出宿本陣から藤代宿本陣まで歩いてみましょう。取出市の町並み整備が進み、水戸街道の趣もだいぶ変わってきました。取出宿本陣を出てここを左に入ります。ほどなくミスターマックスという大きなディスカウントストアがあります。左は中通り道です。本堂はまっすぐ進みます。吉田の町を通り消防署の前に出ます。こっからは藤代宿まで長い一本道です。昔の道しるべがかなり残っています。江戸時代、取出宿と藤代宿の間は大きな湿地帯でした。そのため街道は4本に分かれ、本通り、中通り道、くぬぎ道、大回り道と呼ばれていました。水戸街道は江戸時代の末期、そして鉄道が開通するまで頻繁に利用されました。ちなみに常磐線が土浦まで開通したのが1898年、明治30年のことです。常磐線の踏切、続いて国道6号線の横断歩道を渡ります。ここで大回り道、くぬぎ道と合流します。藤代宿のクランク部です。相馬神社があります。藤代宿の大通りです。まもなく藤代公民館、藤代宿本陣跡です。